カールクリポーターの酒井です。今回は3月22日にオープンしたオルネに参りました。すいません、この、はい、あの高松オルネっていうお名前なんですが、はい、なんか意味とかって含まれてますか？そうですね、西日本でいるっていうことをよくおるって言いますよね。はい、で、すごくやっぱ四国の方、香川の方もおるっていう言葉に親しみがあるかなと。で、そういったところからぜひこの施設自体も地域の方に親しみのある施設になってほしいというところからオルネという名前を付けさせていただいております。そういう意味のオルネだったんですね。高松オルネに来た皆様はインスタ等に上げてぜひオルネにオルネと言ってください。こちらがオルネの1階の方になっておりまして、はい、メインは食物販の方の販売の方がメインになっております。で、全国から、そしてもちろん四国、香川の皆さん、なかなかこう近くにないようなお店さんが出店いただいておりまして、新世料亭の2丁さんのお弁当業態の初出店の1から2丁さんであったりとか、ぬか坊宝さんがこういう商業施設初出店いただいております。またこちらゾーンから少しちょっと反対側にはなるんですけども、四国巡るというゾーンがございまして、四国内の地元で愛されているようなものをたくさんセレクトさせていただいておりまして、食べ物からちょっとした器だったりとか、いろんなものがあるのでぜひ来ていただきたい。商品数も1100点を超える品ぞれとなっておりますので、風の1回だけでは多分見切れないと思います。でもあれですね、あの県外の方だけではなく地元の人も楽しめる施設になりますね。本当にぜひ香川にいる人だからこそ知ってほしい四国のものっていうのがたくさん集まっているので、ぜひお立ち寄りいただきたい場所になっております。ちなみにめぐるの方の併設としてキッチンのコーナーがあるんですけども、そのキッチンの方はさぬきラーメンハマンドさんであったりとか、ちょっと道の駅の方で群馬県の方なんですけども、有名なところが監修いただいたカレーパスを提供しているお店もございまして、まあ、フードコートのような場所なんですけども、はい、そちらの方で のお料理のご提供であったりとか、さらにまたマルシェでご購入いただいたものを実際フードコートで食べていただけるっていうスペースにもなっております。で、こちら飲食の方なんですけども、はい、販売しているのが実はお酒もあって、クラフトビールだったりとか、まあ、普段ちょっとこう選ばれないようなものだったり、特別感のあるものを選んでいただいて少しちょっと小休止するのもすごい素敵な場所になっているかなと思います。乾き物もいろいろあるので、飲む方はもう大好きな、お仕事帰りにちょっとこちらで時間を潰してから、はい、マリンライン乗って帰るなんかもすごい素敵な時間になるんじゃないかなと思います。こちらラムスタンド馬宿さんなんですけども、はい、こちらが和三盆を作る時に出る糖蜜を使ったラム酒でして、和三盆の甘い香りがあります。お酒が苦手な方なんかも楽しんでいただけるような内容になっておりますので、こちらは何のお店になりますでしょうか？こちらステラおばさんのクッキーなんですけども、はい、ご覧の通りお客様自身で好きなクッキーを選んでいただけるような形式になっております。すごい欲望が爆発しますね。そうなんですよ、この可愛いパッケージの袋を渡されて、はい、好きなものをこう選んでる時間すごい楽しいですよね。はかり売りなんですかね？そうです、何種類もご用意があるので、はい、お好きな味を探していただくのも楽しみだと思いますし、もちろんパック詰めされてるギフト用のものもございますので、お客様ご自身で好きな方をお選びいただけるようになっております。おお、これはもう多分私3週ぐらいはしますね。はい、もう入り口入ってきた時からずっといい香りが漂っているのが気になってたんですが、こちらは何屋さんでしょう？こちらはたい焼き屋さんなんですけども、はい、普通のたい焼きと違って米粉なんですよ。ってことは少しちょっとヘルシーな気持ちになりませんか？なりますね。2個ぐらいは食べても大丈夫な、ついつい、ね、食べたくなりますよね。でこの先も4月5月とそのシーズンに合った特別な味がまだ出てきますので、ぜひ定番のプレーンのところだけじゃなくて、あんこ以外の新しいお味もぜひ楽しんでください。で続きましてこちら、皆さん本当に香川の人知らない人がいないというぐらいの人気店、夢かぼ宝さんですね。もう本当にフルーツ大福で、もう知らない人絶対いませんが、やっぱりオルネ開業日からもう連日大人気で、なお本当にオープン前からもう並びいただけるぐらいお客様からご認知もあり、でやっぱりこちらに買いに来ていただけるっていう特典として、高松オルネ限定の商品が一部ございます。生クリームが入ったものであったりとか、アマターサンドであったりとか、そして高松オルネ出店を記念にご用意いただいたオルネという大判焼きですね、こちらのご用意もあるので、
本店だけではなく、こちらオルネ店というところもまた楽しみに来ていただきたいと思っております。さあこちら高松で2階の方なんですけども、こちらちょっとまた1階とだいぶコンセプト変わるんですけども、どちらかというと普段使いしていただけるようなシーンとなっております。ラインナップといたしましては、こちらオンワードクローゼットセレクトさんをはじめとするアパレル関係の婦人服だったり、こちらはキッズの方のご用意もございますのお店のところから、ドラッグストア、ここからファインさん、そしてミスタードーナツ、バーガーキングさんといった飲食店が一部入っております。なので普段使いのところで、やっぱ駅前にドラッグストアが今までなかったっていうところ、確かにそうですね、今まで本当に地域の方からすごいお声が多かった、ニーズにやっとお答えができるなっていうところでございます。天気がいい時はバーガーキングさんの方はデッキスペースにテーブルも出ておりますので、ぜひ館内だけでの飲食ではなく、ちょっと外に出て、まあ真夏になると難しいかもしれませんが、今なんかすごい心地いい季節なので、ぜひ店外のところのご利用もやっていただけるとすごいいい時間になると思います。春と秋はもうベストスポットですね。間違いない。はい、では今3階に参りまして、ちょっとこちら側がすごく目に入るんですが、何のお店でしょうか。はい、まずこちらツタヤブックストアさんで、奥の方にあるシェアラウンジは、特に中四国初出店となっております。初出店で60分880円で、ドリンクであったりとか、ちょっとスナックの方がフリーでお選びいただけるようになっており、でさらにもう一つ耳寄りなのが、ここの児童書の品揃えっていうのが実はかなりの量がございまして、一般的なツタヤさんよりも本当に多い、かなり大きなスペースを取られているところになっているので、普段見られたことないような、またはすごい人気のものが揃っているので、なんかいろいろと品定めしながらお子さんに読み聞かせていただいたりとか、お子さん興味あるのをこう自由に読んでいただくっていうのもすごいここのポイントになっております。はい、では今4階に参りました。はい、4階の見どころはどちらでしょう。4階の見どころ、まずは私の後ろ側にあるこちらオルネアートギャラリーというスペースなんですけども、香川短期大学デザインアート学科の学生さんが浜辺等に打ち上げられたゴミを集めていただいて、そしてこういった形の香川 この穏やかな波の表現であったりとか、瀬戸内の、または香川の名産品をこちらのゴミの方をデザインとして使っていただいております。いいですね、またちょっと姿を変えて、はい、新たに生まれ変わった。そうですね、もう極端な話を言うと、もうこちらなんかもう、はい、思いっきりサンダルであったりとかそうですね、紛れ込んでますが、はい、いろんなものが近くで見ると、あ、これ見たことあるようなものがあるみたいな感じの発見もあるので、どこかで見たことがあるキャップが転がってたりとかすると思いますなのでこういったちょっとアートギャラリーのスペースなんかも少しの休憩時間としてお使いいただければと思っております。さあそれでは最後、はい、こちらオルネパークのご紹介です。はい、館内で買っていただいたものをこちらのスペースで飲食いただくことも可能ですので、あ、それはもう家族で親子で楽しめますね。ぜひご利用いただきたいですし、ちょっと遊び足りないお子様はこちらの方で走り回っていただいてもいいと思いますし、確かに小さな子が今楽しそうに走り回ってますね。ちょうどアリーナそうですね、この景色もやっぱりすごい、今日はちょっと曇りがちなんであれなんですけど、晴れてる日なんかやっぱすごくこう海の方であったりとか、アリーナはまだ今建設中なんですけども、こちら完成した後なんかもすごいやっぱりすごい景色が綺麗だと思います。はい、本日はたくさんご紹介いただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もうお土産だけではなく、もう中に入っているお店どれ もう見ていても体験しても楽しいお店ばかりで、本当に楽しかったです。では最後に基本情報だけお願いいたします。はい、高松オルネは、10時から20時が基本の営業時間となっております。ただ一部のテナントさんにおきましては、営業時間が、8時だったり7時だったりとかと異なるところはございますので、詳しくはホームページの方までご確認くださいませ。また、駐車場の方なんですけども、こちら施設駐車場の方が166台ご用意ございます。こちら以外にも三方土地下駐車場の方も提携となっておりますので、ぜひご利用いただければと思っております。公共交通機関のご利用も駐車場のスペースが限られるため、ぜひご利用いただけると思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。カールクチャンネルでは今後も高松のたくさんの情報を発信いたしますので、ぜひご覧ください。ご一緒にお願いいたします。はい、バイバイ。お待ちしておりますお待ちしております。出張や旅行の際にはホテルカワロク L ステージ高松とホテルカワロクグループをぜひご利用ください。ご宿泊のご予約は概要欄から簡単に行えます。皆様のお越しをお待ちしております。